今日はお家からです。ドナルドさん一番ありがとう。早いね。しんいちありがとう。おぼぼさん、大工さんありがとうございます。ワンガンさん、今日も乾燥してたな。あ、確かに乾燥してたね、冬だから。確かに。カルビーさんいらっしゃい。大将さん、あ、そう、あの魔女のたびたびね、イレーナちゃんやろうって思ってね、ちょっと何回か撮ってみたんですけど、そう、なんか投稿するのは3キャラって決めてて、でその中から選んだので、撮ってはいるけど出してないっていう感じ。イレーナちゃん、またちょっと載せたいですね。イレーナちゃん可愛いもんね。白銀髪だよね。キラさん、カンちゃん、あ、はや、え、ありがとう。花火嬉しい、ありがとう。花火だわ。たまやー、キラさん、カンちゃん、ベクポワさん、ネコさん、ヨッキーさん、ヤッコン、キュインさん、にじいろさん、ブラッチさん、グッチ、ノブさん、カノーさん、マサさん、ありがとうございます。いいね、ロイヤルミルクティー。プチシュー、懐かしい、それ。ヒロさんいらっしゃい。ミーシャンさん、シスターさん、間違えた、マスターさん、ジェームスさん、おそらちゃん、ピカルン、月見草さん、大文字のテストさん、のりさん、桜タイガーさん、ひらがなのカズさん、ライトニングさん、ライトニングさん、コロボー初バイクツーリング、おお、いいなあ。今日は晴れてた、寒そう、寒かったけど晴れてて、ってそりゃよかった、いいな。ポップマスターさん、じゅんやさん、さとしさん、おお、いいね、一日中寝てました、だってお休みだったのか今日。サリーさん、お疲れ様。おさぴーさん、カペーさん、やまぴー、伸ばすやまぴーさん、ピルコル、スエさん、きなこ、きなこ、なこもありがとう。さとちゃん、なぎさん、のりたーまありがとう。のりたーまのその顔文字かわいいね、こんな顔してる、かわいい。宮崎のおじちゃんさん、ひでゆきさん、ロッピーさん、あれ、うにゃーって言ってた、きなこ、ね、言ってたっけ。リラックマありがとう。鈴風さん、あ、そうなんだ、鈴風さんいらっしゃい、お仕事中。おみしばさん、プチありがとう。え、嬉しい、ありがとうございます。今日もね、あの新しい、ちょっと久しぶりになっちゃったけど、新しい動画を載せておりますので、ぜひ聞いてくれたら嬉しいです。あ、TikTok ですね。あれは、まみしばさん嬉しい、そう言ってくれて。めまちゃんやりたかったのよ。ローマ字のまささん、ひろゆきさん、三等賞さん、あきやん、むらぴーさん、みむちんさん、あ、まっこいさん、明けおめ、ありがとう。にじいろさん、嬉しい、そう言ってくれて、ありがとう。そう、すごいね、リクエストの幅がめっちゃ、いろんなリクエストもらってて、声真似以外にもいろいろもらってたから、挑戦したい、いろいろ。とりあえずね、あのいただいた今日は声真似を載せたんですけど、TikTok の服が JK みたいで可愛かった。そうそう、あれね、竹山の、あの制服着て撮影する時が何回かあって、なんか竹山用の制服がまだお家にあったので、ちょっと役もね、あの学生さんの役キャラだったから着てみた。ありがとう、さとしさん。底辺生活さん、清水さん、ちょいさん、シャモさん、前髪の感じがいつもと違う。あ、本当？多分ね、前髪伸びたからちょっとね、こっちに流れてるのかな。ふぼぼやさん、 HK さん、ポンポンさん、ポンポンさん、マサさん、プチありがとう。おひなのよ、進行のおかげ、あ、よかった、お大事に、明日もゆっくりしてね、よしんか。もつ煮込みさん、
ありがとう。キラさん、いつもとひなおさんの雰囲気違いますか？あ、本当？今日はね、なんかこのお洋服はなんていうの、カフェラテコーデみたいな、ほうじ茶ラテコーデみたいな感じあ、らしいね、竹山みつさん。あの、絹山にね、あの、愛媛初のバーガーキングできるってね。私行ったことないよな、東京でも。見かけるけど、バーガーキング行ってみたい。ローマ字のゆうたさん、たけさん、あまとうさん、お疲れ様。白夜さん、あ、全然いつも遅い中ありがとう。ぜひゆったり聞いてくれ。ブリーブさんいらっしゃい。みひろさんに、お、影山さん、こんばんは。ありがとう、影山さん、はじめまして。オーバーザトップさん、道秀さん、健坊さん、ブーちゃん、ありがとう、ありがとう。鹿児島でも有名店のちゃんぽんツーリングして食べてきた。え？有名店のちゃんぽん？わあ、いいな。並んだのかな。お、猫さんありがとう。そう、私は結構自分のもう本当に好きなアニメの声真似をしがちだから、結構なんか、そうなのよ、ちょっとね、マニアックなアニメとかが多いかもしれないけど、ぜひ、あの、本当に神アニメばっかりなので見てみてください。カタカナのヤックン、コウジさん、コンドルさん、ありがとう。道秀さん、今日もありがとう。沼津さん、ダーシャハさん、あきおめ、ありがとう。ひろひなさん、こんばんは。スランプくん、ありがとう。あ、のりたま、そう、こっちはしのぶさんね。めっちゃリクエストもらってて、しのぶさんの。ちょっといつかやるよ。はやみさんの声だよね。しろくまさん、ストンコさん、いらっしゃい。ストン、あ、言ったごめん。インド映画、ポップマスターさん、それって全国でやってるの？へえ。ひな棒が1万歩ってどれぐらいって言ったから、約8キロ。すごい、8キロ歩いたんだ。コロボ、松山空港から道後くらいか、遠いな。松山空港遠いですよ、その町の方行くのに。そうか空港まで歩いていくといいなりよって。ちょっと荷物が多いわ。ゆうくんさん、はじめまして。ひらがなのゆうくんさん、ありがとう。やまぴー、今日もありがとう。ひでゆきさんに、けんすけ、あきおめ、ありがとう。ようちゃん、ダルゴナコーデ、あ、確かにダルゴナコーデだわこれ。いらっしゃい。ゴーさん、あきおめ、ありがとうございます。ひらがなの。クラッシャーのぶさん、いらっしゃい。あ、ブレイブさん、明日が成人の日か。そっか、成人年齢18歳になっても成人式は20歳が多いですねって。あ、そうですね、引き下げになったけども。確かに引き下げっていうのか。おめでたい。キラさん、プチ、ありがとう。あ、ありがとう、見てくれて。あ、そう、リクエストもありがとうございます。メモちゃん、嬉しい。おさぴーさん、かわいい、ありがとう。大将さん、セミ、ありがとう。今日はみんなでスカイダイビング行ってきました。耳が取れるくらい寒かったけど初飛び成功でした。え、いいな、寒そう。でも冬のスカイは寒いだろうな。いいな、いいな。わ、コロボありがとう、よかった。明日は晴れて暖かいんだ。やったやった。あれ、成田も iPhone だと通知遅れちゃうのかな。そうなんだ。そっか、今日は画伯クイズないよねってもう待ちわびとるやん、みんな画伯クイズ
待ちわびております。いや、なんかね、いろいろもう私がなんか見たことないやつとかも多分あるんですよ。あるけど、なんか多分紙がないんじゃないかな。どうやって書いてんだろう、いつもなんかスタンプになってるから、あれどうやって書いてんだろうと思って、なんか LINE のねスタンプでなんか届くんですよ、母の書いたやつが。うさぎのお辞儀とかも最近めっちゃスタンプ送られてくるのよ。あれの他の絵とかねいっぱいあるんですけど、みたいな。千葉さん、みかんさん、さかっぴーさん、ありがとう。その方が好き。あ、ありがとう、コロボ。これはね、でも維持が大変でね、これ一回さっき配信前に巻いたんですよ。もうこれね、多分1時間くらいでね、もうまっすぐになっちゃうんだよ、いつも直毛で。ゴンちゃん、オーバーザートップさん、まーちゃん、ありがとうございます。おっきーさん、え、年会会員になってる動物園が工事のため G の展示を一時中止。え、 G を展示してるんですか。え、 G って G よね、カタカナの。あ、まさまさか、まさまさありがとう。ひろくんお帰り、お仕事から、ありがとう、ありがとう。やば、ロッピーさんめっちゃ見とる、毎日6本くらい見るって、やば。リコポポさんいらっしゃい。お、白夜さん今日は昼寝したのか、そりゃゆっくりしてくれ配信で。え、サトシさん、エミフルのゴディバね、めっちゃいつも気になってる、通るたびに。美味しい、あのホワイトチョコドリンク、なんかメンバーもね美味しいって言ってたんだよね。飲んでみたいな。刺激さん、ありがとう。フジモンさん、2シュートカウント、ありがとう。トゲ、今夜もありがとう。みかんいっぱい食べた。あ、今年、今年かな、年末年始はめっちゃみかん食べたよ、私。美味しかった。今もね、食べようとここに置いてるんですよ、みかん。ちょっと配信前に食べようかと思ってたけど、後に食べよう。マイカグラさん、福ちゃんありがとう。ストリートくん、だるまありがとうございます。コティ、新一カウントありがとうございます。あ、ハルポン、そうそう、成人式だったんですけど、どっか乗ってました。そうなのよ、可愛かった。写真とかねちょっと送ってもらったりしたけど、何、どっかに乗せてるのかな、新一。どうだろう。ヒロくん、プチありがとう。あ、おやすみ、お疲れ様。あ、そのまさむねくんのリベンジだっけ、ひろゆきさん。めっちゃ前に息やってたよね。途中までしか見れてないな。のりたま、ありがとう。奥義、テストさん、大文字のテストさん、あけおめありがとうございます。あ、そうなの、さとしさん。でもリクエストタイムには起きてもろたのか。伊藤忠之さん、いらっしゃい、ありがとうございます。デミキンさん、ありがとう。スイさん、プチありがとう。成人の日、ひなほ動画もありますが、今4年前にタイムスリップしたとして思うこと一言。え、た、うん、4年前にタイムスリップしたとして思うこと、今のこの私がってこと。この今のこの私がそのまま行っちゃうってことだよね、4年前に。え、何思うんだろう、何してたっけ私。あ、もうちょっと前髪軽くしろよって言いたい。なんか多分19歳とかだよね。なんかね、めっちゃ重たかったんだよね前髪。
それだけはなんかもうちょっと早く軽くしたらよかったと思って、それだけ伝えたいな、4年前の私に。フジモンさんすごい有名な麻雀バーなのかな、太郎先生で、先パパさんいらっしゃい。わあ、虹色さんいいね、五等分の花嫁一期二期レンタル映画一気見してって、映画も見たんだ。ハルボン、インスタストーリー見てなかった、インスタ開けてなかった今日。そうなんだ、写真はね送ってもらったよ、可愛かった。福餅さん、野菜炒めさん、ありがとう。ようちゃんカウントありがとうございます。イヤホンの日、今日はイヤホンの日、お雛はイヤホンのメーカーとか形にこだわりあったりする。あー、メーカーはね、なんか音がめちゃくちゃいいなって感じたのは、なんかマイクとかで有名なメーカーの、あのシュワーってとこのなんかイヤモニみたいな、なんかね、こう耳をこうクルンとしてこうはめるやつがあるんですけど、あれはめちゃくちゃ音がいいなと思ったけど、普段は使ってなくて、なんかね耳に合わないんですよ、私。なんか大きいイヤホンが取れちゃうんですよね、耳の穴がちっちゃいんですよ多分。だからすっごいもうちっちゃい、こんなちっちゃいあの耳のやつじゃないと入らなくて大変なんですよ、ちょっとね、イヤホンだけは。まあでも普段はそんなに感じたことはないですけどね、すぐ取れるわみたいな。基本は大丈夫。カルビさんフル、ありがとうカルビさん、嬉しい。何、事務所に大量の紙を送っていいって、何の紙、リラックマ、ありがたいですが、あ、なんか書いていいよってこと。魚住さんの写真展に対抗して画伯の個展やる。渋谷で。あり。ノムさん、アントワーヌさん、ありがとうございます。あ、ブラッチさん、明けおめありがとう。あ、めっちゃくれてる。ケンスケフル、ありがとう。ケンスケ、お母さんの絵はいつも動物がテーマになってるよね。確かに確かに動物がテーマになってるんか。お、なんか自然すぎて全然なんかそんなこと疑問に思わなかった。確かに。ペガサスさん、ハートありがとう。ユッキーさん、セミありがとう。ブラッチさん、レインボースターありがとうございます。 LINE スタンプ販売してほしい。それは本当の画伯になっちゃうんだよ。マウシバさん、セミありがとう。ひなおちゃんは成人式で印象に残った思い出何かあるのかな。成人式はあの小学校と中学校でもうずっと一緒だった親友だね。今はねちょっとお互い離れてるところにいるからなかなか会えてないですけど、まあ、高校も別々になっちゃったからね、小中ずっと一緒にいた友達がいたんですよ。で久しぶりに成人式で本当何年かぶり、5年ぶりとかに会って、なんかねちょっとね最初気まずかったの。なんか全然その間連絡とか取ってなくて、お互いちょっと気まずくて取ってなくて、でもその5年ぶりに会ったらやっぱり、あ、やっぱりなんかすごい気が合うし、なんかまた遊びたいなって思ったっていう。それがまあ一番の思い出かな。私あのその後のみんなの同窓会とか行けなかったんですよね、あのお仕事がその後あって。だから本当に式でしか会ってないんですけど、その後はちょこちょこ元気とかって言って話したりするんですけど、そうやってなんか昔のね友達にその成人式で会えるっていいよね。なんか感動した。
そして大きくなったなと思って大人になったねってお互い言いました。いずきゅんいらっしゃい。なぎさん2週ありがとう。なぎさん、のぶさんフルありがとうございます。のぶさん、たいしくんさん、直毛髪も心もまっすぐな、あ、ありがとう。操作たいしくん、ペガサさんバラありがとう。そうだね、しのぶさんとよるさんは同じ声です、声の方ですよね。ローマ字のまささフルありがとう。フルのぶさん、大工さん、あきおめありがとう。こしさん2週とカウント、ドナルドさんも2週とカウントありがとう。ひらがなのフジモンさんいらっしゃい。おかむさん、あ、なるほど、大量の紙を送っていいですかっていうのは画伯へってことか。さっきのやつ、いや私のあのあれかと思った、あのリクエスト書きとかかと思ったそれ喜びますわ。おかむさん、画伯に紙をお願いって、いっぱいあるよ、あのいただいた紙があるから。私も大将さんフルありがとうございます。スコだと今夜でスコ800回訪問ありがとう。800回訪問早い、毎日ありがとうございます。大将さんいってらっしゃい、今日もお仕事。おぼぼさんフルありがとう。ぼぼさんやった。はるかさんやっほーです。川崎さん明けおめやった、ありがとう。ゴディバのチョコレートリキュール、え、お酒もあるんだ。ゴディバって飲んだことない。ない、美味しそうだね。でもマサさんセミありがとうございます。ツボ押しにハマって咳に効くツボばかり押してると、あ、そうなん、咳に効くツボなんかあるんですか。おー辛そうだそれ。しかもお大事に。熊の子を見ていたかくれんぼしょ。え、ロッピーさんそんな乗せてんだ。え、ちょっと待って、ちょっと見る終わったら。最近本当にインスタ開けてなくてごめん、投稿とかできてなくて、ちょっと投稿しなきゃ。ハルポン飲みたい。ひなおさんはみかんたくさん食べて手がオレンジにならない人ですか。え、多分そこまで食べてないからかな。多分オレンジにはなってないかな。なんかなるって聞くんだけど、なんか、まあ、一緒くらいか。ぴょんさん、ぴょんさんこんばんは、ありがとう。お、ボブマスターさんも8時までお昼寝してたのね。お湯ね。すごい、それ珍しくない、おっきいさん、その動物園。字の天、字じゃない、ごめん。字の展示か。字の展示をしてる上に、字の百科事典も出してるらしい。テリポコさん違うくない、初見さんかな、ありがとう来てくれて。え、底辺生活さんそんな食べたの。いや2日間じゃ変わらんて、昨日と一昨日食べ過ぎて確実に太りましたって。やっぱ1週間くらい同じ食生活を続けたらもう太っちゃうってなるけど、まだ大丈夫よカーマインさん、ゆきくんさんいらっしゃい、ありがとう。え、キラさんね、ちょっとまだ私全然まったりで冬アニメ見れてないですけど、見ないかね、おすすめ出せなきゃ。広島のたくちゃんさんお疲れ様です。ようちゃんあけおめありがとう。あけおめ、あまとうさんセミありがとう。ありがとうごめんありがとう、指がポーンって当たっちゃった。偶然にも娘が最近レールガンを一気見し、え、そうなんですか、めちゃくちゃ珍しくない、そのそれ今やってるアニメじゃないし、まさか娘とアニメを語れる日が来るとは。娘さんもアニメ好きなのかな。え、すごい、あれは、え、しかも同じところらへんかな。ようちゃん清め
ありがとう。スコールさんいらっしゃい。あ、ゆきくんさん TikTok リクエストありがとうございます。またやりたい。嬉しい。マラソンは完走するんやでは重要かなと。あの完走でたくさんのご縁がつながった。確かにね。でももうマラソンは言わずとも、もうめちゃくちゃ気合い、あの日だけはもう絶対に完走してやるとしか思ってなかったから、多分言わなくても気合は入ってたと思う本人に。おしつりさんハートありがとう。ひろしさんこんばんは。あ、そうそう、成人式の時はお酒飲めなかったし、行ってないからね、会にね行けてないから。そうなのよ。なぎさん今日も降る。あ、ピルクル降る。ありがとうピルクル。おみくじ今日ありがとうおみくじ今日出た。ストンコさんプチありがとうございます。今日もももたんさんこんばんは。おしつりさんハートありがとう。まさみうらさん、メロネコさんいらっしゃい。大工さんカウントとフル、いやまだ見てないんですよ。そう、あの送ってくれた写真はね見たんですけど可愛かった。みかねおさん、ロボリンさんありがとうございます。ローマ字のマサさん、奥義ありがとう。奥義、お、おばばさんもわかる。お、かまえさん、シュア846ってイヤホン持ってるようだって。あ、青いやつかな、シュアの青い色の。梶山さんいらっしゃい。猫さんフル、ありがとう猫さん。今日もありがとう。秀松さんいらっしゃい。新一フル、ありがとうございます。ありがとう。ちょっと最近ちょっと空いちゃったけどありがとうございます。 TikTok 頑張ります。ノムさんたくさん明けおめありがとう。おみしばさんフル、ありがとう。レイニーブルーサビ、レイニーブルーも終わったはずなのに、レイニーブルーなぜ追いかけるの、あなたの幻。ありがとう。ローマ字のマサさんありがとう。奥義、ジェームスさん、お、ハートのライフありがとうございます。ストリートくんそれはすごい良い考えじゃないかポケハルさんいらっしゃい。今日もありがとう。久しぶりに再会したひなほちゃんとキーちゃんみたいな感じになっちゃった。あ、そうやね、確かに。まあ、そんなに握られんけどね。キーちゃんもうとっとことっとこ逃げちゃうから。私見たらのんびりしたい姉さんいらっしゃい。ありがとう。キラーさん、あ、出してたね。そう、 YouTube に成人した時動画撮ったんですよ。わー、ライトニングさん嬉しい。歌を聴いてくれたんですか。何の歌聴いてくれたんだろう。嬉しい、ありがとう。カタカナのカズさんいらっしゃい、ありがとう。ワンガンさん、セミありがとうございます。おお、いいね、ロンロン。私も時間あったらロンロンやろうかな、終わったら。ライアンさんいらっしゃい、ありがとう。何年経っても波長なお友達っているよね。あ、本当にそうだと思った。学生の頃よりも20センチ伸びちゃって誰って言われました。そりゃ言われるね。めっちゃ高いんじゃない、ひろゆきさん。せ、ジェームさん、セミありがとう。セミまで。みなっちさんいらっしゃい。ゆっきーさん、フルありがとう。君がいない夜だってそのまま暗い、もう泣かないよ、頑張って
ているからねって強くなるからねってありがとうかんちゃん、風呂ありがとうかんちゃん嬉しい。キング翼さんいらっしゃい、ありがとう。画伯は紙にこだわりが、こだわりあるのかな。確かに紙によってまたタッチが変わるかもしれないからね、画伯の和紙みたいなやつで描いてもらったらまた芸術的な絵ができるかも。だから確かに。おひつりさん小判ありがとうございます。おお、ぬくもりさんありがとう、歌ってもろて。ピカロン風呂ありがとう、ピカロン嬉しい。フジモンさん本当私のこと覚えてくださってたかな、すごいいいな。フジモンさんオブマスターさんぶり返さないでそれ面白すぎる。ピカル明けおめありがとう。今日もあ、テリポコさんだ、おみくじいただいてたんだ。テリポコさんありがとう、嬉しい。あ、ちょっとそろそろ一回置こうかな、ずっと手持ちでやってたんですけどぶれちゃうから一回置こうかな。嬉しい、テリポコさん。フジモンさんにムラピーさんフル、今日もありがとうございます。充電大丈夫そうだね。おひつりさんラブレターありがとう。としひとさんいらっしゃい。ローマ字のゆいさんこんばんは、ありがとうございます。よいしょ、冬アニメはどれも2話が気になる展開で、1話 A パートで断捨離できません。え、そうなんだ、楽しみなんだけどそれ。ほんと、チャキペイさんいらっしゃい。カノーさん、ダルマレンジャー固定。あ、ピルクルありがとう、おみくじ嬉しい。ピルクルヒロさんいらっしゃい、ありがとう。え、待って、ハラメタル、ミナ隊長、ミナ隊長ってあの方だよね、めっちゃ強い子だよね、ミナ隊長って。めっちゃかっこいい、本当に大好き。小太郎さん、フルありがとうございます。お正月っぽい曲をふなっしーバージョンで難しいわ、お正月っぽい曲って。タコをあげるなし。お正月にはタコをあげるなし。なんだっけこの曲。お正月にはのやつ。それしかないやろ。しかもお正月っぽい曲って他にあるん、この曲以外に。ひろひなさんフルありがとう。今日もひなわちゃんおすすめのアニメ少しずつ見てます。え、嬉しい、ありがとうございます。エンジェルビーツのかなでちゃんめっちゃ似て、あ、見てくれとかね、エンジェルビーツ嬉しい、ありがとう。大工さんバラありがとう。とろけるさんプチありがとうございます。ユッキーさん、あけおめ。ありがとう。あ、おばばさん。太鼓の奥もありがとうございます。太鼓です。ありがとう。ありがとう。おばばさん。やっくん、フル。ありがとう、やっくん。今日も、だるまレンジャーと、こて。ありがとう。じゅんやさん。フル、ありがとう、じゅんやさん。今日も。ひろひなさん、バラに、しんいち、あけおめ。やった。ありがとう。ジュンヤさん、しんいち、あきおめ、たくさんありがとう。ペガサスさん、ハート、ありがとう。マササーティワンさん、いらっしゃい。ありがとうございます。
ねえ、純也さん、明日は成人の日だね。おめでとうございました、本当に。清水さん、嬉しい。やっぱり可愛いって。虹色さん、フル、ありがとうございます。わ、ミクの、ミクの声だ。うんうん。風太郎、ずっと言いたかったの。末春方末春方。とききさん、こんばんは。ありがとう。ようちゃん、フル、ありがとうございます。今更帰れないよ、あの場所は。どんな素敵な思い出も心にしまっておくべきなのさ。今でも思い出すよ、それでいいんだ。ありがとう。お、虹色さん、ハートありがとうございます。スエさん、恥ずかしいな。モチポヨニーの曲聴いてくれてたんですか？めちゃ前の。ありがとう。アニソンとかボカロばっかりですけどね、載せてるの。虹色さん、ハート、たくさんありがとう。あ、コロボ釣り行きなよ。何釣るの？コロボ釣るなら。おやすみ。猫さん、猫に小判。小判どっかにあるんだけどな。ありがとう。ぬくもりさん、セミ、今日もありがとう。たまたま先ほどイヤホン買いました。本命の子じゃないから適当にマイク付き方。あ、そうなんだ。え、たまたまだね、それ偶然だ。マイク付きがいいよね、イヤホンはね。アニラジさん、いらっしゃい、ありがとう。コエポンさん、アンプ。のぶさん、おぷ、ありがとう。え、マンボウさん、ひなかようさんに会ってきたの？ひなかようリーグ。ひなかようリーグ。おお、高い、ひろゆきさん。180高い。えのさんさんさん、いらっしゃい。にじいろさん、バラ。三等賞さん、フル、ありがとうございます。おお、キラーさん、ぜひ。ちょっとお高めかもしれないけど、めっちゃいい音。テリポコさん、レインボースター10個もありがとうございます。嬉しい、めっちゃくれてる、ありがとう。ドワフさん、今夜のお供は温かい日本茶とお茶菓子に雪いちご。なんか今日めっちゃ和風だね、ドワフさん。リラックマ、ポップマスターさん、いつもフル、ありがとうございます。画伯の掛け軸ください。カホにします。でも確かにお客さんが来られた時に絶対に聞かれそうだね。この絵はって、この絵は誰のって。ローマ字のマサさん、バラ、ありがとう。そう、ちょっとね、充電してて手持ちだったのよ、ストンコさん、さっきまで。カノーさん、奥様フル、ありがとう。今日も、今日はコナンの映画、灰原愛物語。あ、私もそれめっちゃ見に行きたい。気になってる。もうちょっとであのコナンが公開されるから、新しいやつ。見といた方がいいんですよね、灰原愛物語。ようちゃん、結婚して。ありがとう。りゅうさん、こえぽんさん、ふる、ありがとうございます。こえまん TikTok、こえもセリフも表情も刺さりまくってる。嬉しい、ありがとう、りゅうさん。ひなほちゃんはポテチの好みとかありますか？メーカーとか。ポテチの好み、ポテチ自体あんまり頻繁に食べないけど、片揚げポテト好きかな。あと、あのカルビーかな、カルビーの幸せバターが好き。幸せバター味。アニメは3話まで見るんだ、ぬくもりさん。そこで判断するってことね。
ワグさん、こんばんは。ありがとう。ブラッチさん、フル、ありがとうございます。恋愛サーキュレーション。せーの。でもそんなんじゃダメ。もうそんなんじゃほら。心は進化するよ、もっともっと。ありがとう。ひでゆきさん、フル、ありがとう、今日も。歩んだ道を振り返ると、いつも支えられてたね。不安な時もそばにいてくれて。ありがとう。りゅうさん、かわいい。ありがとう、かわいい。りゅうせいさん、いらっしゃい。新八さん、ハッピーニューイヤー。ありがとう。なし？ポポマスターさん、何その、カッコバクって、何の状態それ。笑いでもないよねそれ。カッコバクって初めて見たわ。カンバランジヒョン。絶対違う、ごめん。はじめまして、カンバランジヒョンさん、ありがとう。しげきさん、あけおめ、ありがとう。りゅうせいさん、いらっしゃい。ローマ字の。どちらかというと夢の国のお方。それは母やろ。タコあげる、タコあげろよ。なぎさん、それよ、それ。もういくつ寝るとのやつよ、さっきのも。お正月にはタコあげてって。ハイティさん、いらっしゃい。コシさん、フル、ありがとう、コシさん。ございます。お、愛媛県から、瀬戸内海、しまなみ海道、どこの温泉、岬の港に、だんだん畑と海。ありがとう。コタロさん、明けおめ、ありがとう。のんちさん、いらっしゃい。のぶさん、ハート、ありがとう。ミクの声真似が一番好き。あ、嬉しい。白夜さん、白夜さんはトップガーもミクちゃんじゃなかったっけ。 TikTok。 隊長、今日は夜勤無音なんで可愛いお顔見に来ました。ありがとう、夜勤中に。ありがとう、隊長。なぎさん、ザ・フォックス、え、どなたの曲だろう、わかんないかも。フル、ありがとう。なぎさん、小説家さん、いらっしゃい。ダーシャハさん、ありがとう。おぎゆきさん、本当そう言ってくれて嬉しい。 TikTok。 ようちゃん、ありがとう。なぎさん、あけおめ、ありがとうございます。うん、カフカの幼なじみ、みんな体調だね。あの、最初にめっちゃ前だからちょっと あやふやだけど、最初に力を見せてくれた時、大きな銃で撃ち殺ちょっと待って撃ち倒した時に、あ、もうこれは推しだって思った気がする。その子、トモティーナ、トモティーナ、あれ、もうトモティーナだ。体調フル、ありがとうございます。お仕事行ってらっしゃい、ありがとう。あ、ツッチー、そうだったよね。今は元気なのかな、1週間家にいるのか。お大事にだ。パパタソさん、いらっしゃい。マサトジョーさん、ありがとう。あ、確かに、ぬくもりさん、イヤホンしながらね電話できるよね。でもね、あの、電話するときってさ、外でするときってイヤホンマイクにしたらさ、なんかパッと見すれ違う人とかだと、え、独り言話してんのかなって
なんか勘違いされそうで恥ずかしくない？ちょっとイヤホンマイクで話すの。わかる人いるかな？めっちゃ便利なんやけど、イヤホンマイクで電話するの。ちょっと恥ずかしいっていう。ムーランさんいらっしゃい。マサさん、フロー。ありがとう、マサさん。今日もお疲れの。ひなわしゃわしゃ。ありがとう。ありがとう、こんな頼りない。私と一緒にいてくれて。ありがとう。ローマ字のマサさん、ハート。ありがとう。コシさん、あけおめ。ありがとうございます。3週はパソコンじゃないとできないですか？いや、携帯でもできるよ、底辺さん。最初の星投げの 10×5 が、どうしても 10×4 までしかできない。ん？どこかが0になってるってこと？なんでだろう、それ。一個だけたまらないってことですかね。星が一色だけ。たまるはずなんだけどな。あれ？なんでだろう。海道線五郎さん言えたかな。ありがとう。いや、ゆきさん全然弾けない。あ、今日、ってか最近サポカ弾いてて、サポートカード、ウマ娘。キャラ弾けてないんやけど。新しい子、弾きたいな。お正月の。おさぴさん、あ、振る、ありがとう、久々かもって、ありがとうございます。嬉しい。10分、あ、ごめん、遅れてる。うわ、ももさん、たくさんいたね。64人中だったんだ。松かよさ強い。しかも。いいなぁ、ひなたプロと。ハギー船長さんいらっしゃい。ノブさん、扇。ありがとう。嬉しい。ひでゆきさん、音符。ありがとう。カイポンさんも音符。ブラッチさん、馬。ありがとうございます。お、ありがとうと。ありがとう。アントワンヌさん、フル。今日もありがとうございます。ありがとう。ユージさん、こんばんは。ありがとう。うわ、ようちゃん。アルミのフライパンでいるポップコーンめっちゃ美味しいよね。私も大好き。あれ、こう、シュンシュンして、ポポポポポポってなるやつ。ムラちゃん、あけおめ。ありがとうございます。あ、爆笑ってことね、パパパさん。なんか、はぜたのかと思って。爆笑か。ボンさん、こんばんは。ありがとうございます。明けおめです。明けましておめでとうございます。爆笑で爆は学生の時、あ、使ってた？ぬくもりさんも。初めて見た。やばい。ヨッピーディズニーシリーズ声真似いいね。プリンセスシリーズとかやってみようか。バリンチさんいらっしゃい。松屋さんありがとう。今日もあら、コエポンさん、秀幸さんに、ノブさん、音符流れ星ありがとう。みひろさん、セミありがとうございます。おかむさん、フル。ありがとう、おかむさん。キーちゃん、なんでひなほちゃん見つけると逃げるのさ。いや、久しぶりの時ね。久しぶりに、帰った時とかは、本当に忘れられてる時がある。最近はね、覚えてくれてるんだけど。なんかね、まあ、月1ぐらいだから帰るの。ちょっと忘れてるよ、きなこ。え？ゆうじさん、カウントありがとう。むらちゃん、バラ。ありがとうございます。かずさん、セミ。ありがとう、ひらがなの。あ、マクロスは、ね、松屋さん、歌は何曲か知ってるんですけど、物語を見れてなくて、わかんないかも。だから、コロまで言っちゃったよ、ごめん。高
星ハートさん、ありがとうございます。今日も面白かわいい、ありがとうキラさん。うちころね、そうそう、わかる、めっちゃ振り返るお、わかってくれてる、みんな嬉しい。パネさん、明けおめ、ありがとうございます。村上さん、ありがとう。イヤホンマイク慣れたけど、あ、慣れた？そっか、でもずっとしてたら慣れるし、あの、多分通りすがる人も、あ、イヤホンマイクかってちょっと考えればわかるよね。その通りすがるときに最初、お、一人ごとかなって思うけど、イヤホンつけてたらわかるもんね。うわ、イヤホンマイク使うと風の音が入る、わかる。しかも鼻息とか入っちゃうよね、あのイヤホンマイクで電話すると。ふんそふんそ言ってたら恥ずかしいあーね、ブラジさん、風の音、確かに確かに。コエポンさん、サイリウム、ありがとう。みーくんさん、あけおめ、ありがとう、あけおめ。あ、ワンガンさん、太鼓の奥間、ありがとう。太鼓です、ありがとう、ワンガンさん、ありがとう。ノーさん、いらっしゃい、ありがとうございます。あ、今変えちゃったんだ、白子屋さん、何に変えたの。おさぴーさん、花束、ありがとう、花束。大文字のヒロさん、いらっしゃい。ハラメタルフル、ありがとう。今日も腹筋割れ忘れて3日でやめてしまった。何坊主って言うかわかる。え、3日坊主、それこそ。でもその3日分の腹筋はね、あの、生かされてくるよ、きっと。ウマ娘ガチャ配信したかったけど、もう結構引いちゃったんですよ。あ、そう、北さんブラックか、お正月バージョンの子は。ブレイブさん、トゲ、フル、いつもありがとうございます。あっという間に8日過ぎた。1月は行く、2月は逃げる、3月は去る、あっという間に過ぎるの例え。あ、そういうのがあるのかな。確かに、1月ももう10日になっちゃうよ。あ、松屋さん、里のダイヤモンド、ええー、なぁ。かわいいよね。里のダイヤモンドちゃん。金ちゃんさん、いらっしゃい。ありがとうございます。タチウオさん、こんばんは、ありがとう。タチウオさん、ユッキーさん、アーニャ好き、モノマネ、ありがとう、嬉しい。わ、いつきちゃん推しなんだ、ひろゆきさん。私もいつきちゃん好き、性格好き、めっちゃ。ローマ字のマサさん、ありがとう。扇、ピカルン、花束、お弁当箱やった、ありがとう。サカピーさん、フル、ありがとうございます。ありがとう、そう言ってくれて嬉しい。わ、嬉しいな、サカピーさん。今日のお洋服、肩のボタンかわいい。あ、そうやろ、これ、なんか船長みたいなボタンついてるんですよ。はい、24分だ。あれ、ぬくもりさん、サイフルだ、ありがとう。サイフル、都内じゃイヤホンマイクで電話してる人だらけ。確かに結構見るかも、その電話してる人たち。ほっ、ってこう一回ちょっと驚いちゃう。確かに確かに。かつみさん、いらっしゃい、ありがとう。わあ、本日も42名様のフル、たくさんありがとうございます。わーい、カリタン2週、ありがとう。カリタン、完熟ヴァンパイアさん、ありがとう。わー、底辺セガさん、ありがとうございます、ありがたいです。お星様いただけるだけでありがたいです。大工さん、バラ、ありがとう。大工さん、ドナルドさん、フル、ありがとう。ドナルドさん、嬉しい。今日もありがとう、よしんこもろて。
コバゴプロでもコバゴさんもこの船長のあのスタイルとか絶対に似合われると思うんだけど、あの機長の服とか思いませんか。漢字のゆきさん、愛のゆうりんごさんか、しおりんごさんか、ありがとう、こんばんは。小説家さん2週今日もありがとう、たくさん。ダーシャハさんお疲れ、ありがとうございます。ではお供タイムはあれなんか、どうしよう、よいしょよいしょ。では今日のお供を紹介したいと思います。へい、今日のお供はですね、ポンポコポンポコポン、塩釜おでんサイダー。誰よこれ送ってきたの、本当に誰だ。飲みたいと思います。やばいで、あ、これちょっとあのもし本当にやばかった時にここにあの救世主コーヒーがあります。これは絶対やばいぞ本当に。うわっだろう、この何とも言えない鼻がなんか右に曲がりそうな匂いする。音はめっちゃいいんよでは音もある方一緒に乾杯。なんか幻見たかも今。なんて言ったらいいのでしょうか甘い、まあ、まず味としてはですね、なんでかめっちゃ甘い、なんかおでんらしからぬ甘さがするんだよなぜかね。でも匂いは確かにおでんかな。10段階でどれぐらい何美味しいかってこと。それは人によりますけどね、この美味しいかどうかは。私はちょっとちょっと想像とは違ったということで、これぐらい、ちょっとこれぐらい頭の片隅で美味しいって思ったかなって感じね。はい、あ、きなこは
な子。先じゃあランキング読みしようかな。あ、ありがとうございます。あの後で画伯と一緒にちょっと飲みたいと思います。これきなこしさん、そうそうそう、ハルポン今日成人だった、かわいいやろ、ハルポンの成人の姿。昆布だし、昆布だしなのかな。どうだろう、何が入ってんだろうね。あ、牡蠣だ、牡蠣エキス入ってる。牡蠣エキス、かつお節だし、昆布だし、おでんだしだって。あ、きーちゃん、きーちゃん、いいね、きーちゃん。うわ、きーちゃん抜け毛がすごいね、きーちゃん。あらら、抜け、うわ、きなこ顔ちっちゃいね、これ。ほう、きなこ私の5分の1ぐらい、これ。きなこ、きなこ、あ、ちょっとひげが長い、きなこ。今日はだね、きなこ。お日様の匂いがするね、きなこ。お日様、干された、きなこ。お昼、なんかお昼に干してた布団のような匂いがする。干されてた、きなこ。やばい、もう33分だ。じゃあ終わりたいと思います。きなこ、首輪いつもどか置くんやね。あなたこのまま外出ったら野良猫になっちゃうから、首はちゃんと竹だけ言う首はしといてくれる。はい。かわいい。きなこね、今日おとなしい、めちゃくちゃ。そうなのよ。そう、首は探すんですけど、いつもねベッドの下の隅とかに。え、何それ。え、それ最後にじゃあ出そうか、クイズ。あ、なんか画伯からのあのプレゼントというか、画伯からなんか来たよ、みんな。なんじゃこりゃ、なんだっけこれ。ちょっと私も忘れたわ、これ。はい、ちょっと待って。はい、え、ちょっと、え、ちょっと反射するよ。おっか、あ、こうか、こうだ、こちら。え、なにこれ、なんか足。足ルンルンだね、なんか。足絡まってます。面白い。足絡まってます。なんだっけって。そう、チータ。なんかこう顔が夢に出てきそうだよね、この顔見て。マリオの敵に出てきそう。確かに、あの花ちゃんみたいなやつね、踏んだらなんか進むやつ。手塚治虫さんのタッチだな。これはですね、正解は、ちょっと間違ってたらすいませんね。動物は
キリンです。いや、キリンちゃうて、これ。キリン、どっからが首よ、これ。折れ曲がっとるやん。キリンです。キリンの、このよく顔を見て。顔見たらさ、口に、なんか、あるやん。これはパンなんだって。だから、キリンのパン食い競争だって。正解。キリンのパン食い競争でした。こちら。はーい。こちら。キリンのパン食い。あ、こないだの、こないだのこの、ゾウの二日酔い。こちら、こないだのやつですね。で、こちらが、今日の、キリンのパン食い競争という。はーい。わかるか？いや、これゾウの二日酔いとどっこいどっこいよ、わかる人。このキリンっていうとこがまず。あ、でも、キリンの柄っぽさはあったね。ということで、画伯タイムでした。遅くなりましたが、ランキング読みいきますね。13位。お、ペガサスさんだ。ありがとう、ペガサスさん、団長。嬉しい。今日もありがとう。12位。あ、ようちゃん。ありがとう、ようちゃん。嬉しい。今日もありがとうございます。11位。お、ひでゆきさんだ。ひでゆきさん、11位。ありがとうございます。わーい。嬉しい。10位。ダーシャハさん。ありがとう、今日も。団長、ありがとうね。9位。お、大工さん。大工さん、ありがとう。嬉しい。今日もありがとうございます。8位、ローマ字のマサさん。ありがとう。マサさん8位。ありがとうございます。ラッキーセブン、ノブさん。7位、ありがとう。たくさんいただき、今日もありがとう。明日はいい日になるぞい。6位、ブラッチさん。ありがとう。やったー。たくさんありがとうございます。嬉しい。今日もありがとう。そして5位、おばばさん、ありがとう、おばばさん。今日もありがとうございます。たくさんありがとうね。4位、お、ピルクル、ありがとう、ピルクル。嬉しいです。今日もありがとうございます。団長。そして3位、プルルルル、あぼん、ワンガンボーイさん。ヤッフー、ありがとう、ワンガンさん。嬉しい。3位。そして2位、プルルルル、あぼん、おさぴーさん。よっ、ありがとう、おさぴーさん。2位。たくさんいただいてありがとうございます。今日も。そして今日の第1位、プルルルル、あぼん、あ、テリポコさん、すごい、ありがとうございます。たくさんいただいてたもんな。たくさんありがとう、テリポコさん。嬉しい。2414名様、たくさん来てくださってありがとうございます。毎日配信やってるので、よかったらルームフォローして、また会いに来てくれたら嬉しいです。今日も長い間ありがとう。長いこと。にゃーさん、明けおめ、ありがとう。猫さん、ありがとう。いただいてる。ありがとう。ということでですね、今日ね、いつものイヤホンマイクを、ひなほじょうに、この間ひなほじょうでカラオケした時に置いてきちゃって、忘れちゃったんですよ。で、今日はちょっと、なんか前に、一回ちょっと使ったイヤホンなんですけど、前ね、ちょっと使ってみたら音が大きすぎて声が全然聞こえないって言われちゃって、このイヤホンマイクだから、もしかしたら今日もそうかもしれないけど、ちょっと一回歌ってみたいと思います。カリタンフル、ありがとう、カリタンフルだ、嬉しい、ありがとうございます。ってことで、ちょっとじゃあリクエストタイムしようかな。使えるっちゃ使えるのでね、何でもリクエストお待ちしてます。リクエストタイム用意スタート。さつしさん、やった、セミありがとう、ありがとう、ありがとう。なのでちょっと今日は調節大変かも。わあ、のりたまありがとうね。バンクーバーさんとワンガンボーイさん、フルなんだ、ありがとうございます。なんて入れてくれてたのか。プラネタリウム。
ホムラゴッドノーズいいね。持ってあげたい。アイネくらいでモチポヨに乗せてたな。そういえば魂のルフラン、スイートエモーション、猫になりたい、スピッツ、竹山の曲、シュガーソングとビターステップ、いいね。未来へ祝成人、確かに明日かな。でもどうしたらいいかな。オンリーマイレールガン、天体観測、エール、エール、スパークル、キスハグ、あの夢をなぞって、プライド、葛飾ラプソディ、さよなら大好きな人、優しさに包まれたなら、ドライフラワー、おきおきっけさん、こんばんは、いらっしゃい。オンリーマイレールガン、おきおきっけさん、あ、言ったか。可愛くてごめん、ございます。大原さくら子さん大好き、いい曲よね。初恋サイダー、中多様性、名残ゆき、そばかず、愛しのエリー、レベル5、東京猫、決めたいと思います。初恋サイダー、誠さん、いらっしゃい。コネクト、青春コンプレックス、新時代、初恋おでんサイダー、え、本当にある、その曲。シークレットベース、お、いいね、今日載せたしね。なんでもないやね、カリタンフルは読めたぞ、さっき。なんでもない、 You&I、 また会う日まで、アライブ、歩いていこう、歩いていこう、今日いいかもね。私は最強、ノーダウト、君はずらい、ポリテンダー、未来へ、よし、では行きたいと思います。